現在自動車の町として世界的にも知られている豊田市は農業が盛んな土地でもあります。市内では多くの水田が稲を実らせ、秋には豊かな収穫の時を迎えます。しかしおよそ100年前までこの土地には毎年水不足に苦しむ農民の姿があふれていました。せっかく苗を植えても水が足らずに枯れるのを悔しい思いで見ていたのです。水が欲しい、稲を育てたい、そうした農民の願いを叶えたのがしだれ用水です。しだれ用水は矢作川から水を引き、豊田市の北から南の多くの田畑に行き渡らせています。このしだれ用水によって稲は育ち、人々の生活は豊かになったのです。このしだれ用水を作り、多くの農民の生活を救ったのが西沢新蔵でした。西沢新蔵は1884年滋賀県に生まれ、若い時には家の仕事で麻や綿の布を売っていました。やがて大阪に出ると商人として成功し、銀行を作ったり工場を建てたりと、社会的にも地位と名誉がある人でした。西沢新蔵はそうした地位や名誉を捨て、しだれ用水の完成に自分が持つ財産を全て注ぎ込んだのです。当時誰もが実現不可能と言っていたしだれ用水の建設、西沢新蔵はそこに何を見出して10年間も工事に情熱を傾けたのでしょうか。それではしだれ用水建設の西沢新蔵から皆様へしだれ用水第一期完成のご挨拶がございます。西沢新蔵でございます。このしだれ用水の工事がどれほど大変なものであったかは、私よりもここにいる皆様方がご承知かと思います。そして今日こうしてしだれ用水の完成を祝うことができるのも、他ならぬ、私は用水を作るために自分の財産を全て使い果たしてしまった。しかし悔いはない。見ろ、この喜びにあふれた人々の顔を、この水にあふれた土地を。私の財産が失われても、多くの人がかけがえのない財産を手に入れたのだ。この喜び以外のものがどこにあるというのだ。あそこに見えるのが御船山です。そしてその向こうがしだれというところです。しだれですか。はい、そのしだれで矢作川から水を引き、あの御船山を越えてさなげ、衣、高岡から南の方、碧海の荒れた大地を水田にする計画なのです。明治19年のある日、新蔵を当時の愛知県知事と知り合いだった実業家の時田康介が訪ねてきました。時田は勝間田稔愛知県知事が新蔵に会いたいので、ぜひ名古屋まで来てほしいと頼みました。西沢さん、あなたを男と見込んでの頼みだ。枯れた土地に用水路を作ってほしいのです。用水路ですって。当時愛知県加茂郡や碧海郡の一部は土地が川よりも高い位置にあり、水を引くことが大変難しい場所でした。農民たちは土地のところどころにため池を作り、その水を引いたり汲んだりして、わずかな田で稲を育てていたのです。しかしため池はわずかな日照りが続くと干上がってしまい、せっかく育てた稲が枯れてしまうことが幾度もありました。
水不足を解消するための用水工事は明治11年より続けられていましたが、大雨で土砂が崩れたり農作物が被害を受け思うように行きませんでした。でも私も何話の飽きんどです。この仕事を引き受けるにはやはり何か見返りが。その点なら大丈夫です。用水ができて不要になるため池の土地は全て差し上げます。ここを埋め立てて水田にすることもできます。用水路の土地も県が買い上げて西沢さんのものとします。そして用水の使用料を西沢さんにお支払いします。また用水でできた田畑を安くお分けします。これでいかがでしょうか。わかりました。時田さん、この仕事に全力を傾けましょう。しかし彼の心は揺れていました。さて、こうして引き受けたものの本当に水が引けるのだろうか。水が欲しい。水があれば。その時新蔵は時田康介と共に枯れた土地を調査した時に聞いた農民の声を思い出しました。何度も聞いた農民たちの悲痛な声に新蔵の心は決まりました。こうして新蔵はしだれ用水の工事を指揮することになったのです。兄さん、本当にいいのですか。伊三郎、用水路が完成すれば多くの人が助かる。男として大事な仕事なんだ。兄さん。新蔵は工事現場で陣頭指揮を取るため、大阪の工場や商店などをすべて弟の伊三郎に任せ、家族も大阪に残して一人愛知県へ向かったのです。新蔵がしだれ用水の工事を引き受けた翌年の明治20年、工事が再開されました。工事が再び始められると聞いて、さなげ、衣、遠く高岡あたりからも多くの農民が集まってきました。いよいよ長年の夢が叶えられる。新蔵たちの話を聞く農民からはそうした希望と熱意が強く感じられました。一日も早く水を引きたい。強い思いを抱いた農民たちは朝早くから集まり、夜遅くまで汗まみれで働き続けました。農民たちは貧しい生活の中からめいめい弁当を用意してきました。そして働いた分のお金を受け取ることもなく働き続けました。一日も早く完成させたいという気持ちから来たものだったのです。農民たちは必死なのだ。工事の資金を出した新蔵や時田康介らも農民たちの熱心な姿に感心して一生懸命働きました。しかし新蔵や農民らの熱意にもかかわらず、工事は思うようには進みませんでした。とりわけ西しだれから越戸へは御船山の山裾を進まなければなりませんでした。崖っぷちを掘り進める作業は現代と違って機械を使って工事を進めるわけではないので、全て人の力だけが頼りだったのです。愛知県が明治11年の工事開始以来悩まされ続けていた雨。雨によって土砂崩れや洪水が発生して工事現場は何度も被害を受けていました。特に明治22年の9月の大洪水では用水路のほとんどが壊れてしまったのです。よし、どう？しかし農民らは決して力を落とさず、土砂を取り除いたり用水路を元に戻すことに全力を挙げました。西沢さん、大丈夫か。よし、行くぞ。せーの。何度も行く手を阻まれながら、それを克服して工事を進めてきた新蔵たち。しかし再び工事中止の危機が迫っていました。なんだって。本当にすまん。しかしみんなの意思はもう変わらない。それに私も同じだ。時田さんまで。明治22年、
心臓と共に工事にかかるお金を出していた時田康介ら4人の仲間たちが工事から手を引くと申し出てきたのです。しだれ用水の工事は思っていた以上に難しく、明治20年の再開から1年で予定していたお金のほとんどを使い切ってしまいました。お金はいくらあっても足りないほどだったのです。また新蔵たちが安く買えると考えていた土地も予想以上に高かったのです。時田たちはもうこれ以上工事に関われば自分たちの生活が危ないと考えていたのです。しかし新蔵は、皆さん、私も最初はこの事業が確かに儲かると考えていました。今は違います。私はいくらお金がかかってもしだれ用水を作りたいと思うようになったのです。西沢さん、私自身、自分がこんなに変わったのが不思議に思えてなりません。そしてこの私を変えたのが、あそこで働いている農民たちです。彼らは工事が始まってから何の見返りも求めず汗を流しています。彼らを見ていると、全てに損得勘定で動いていた自分が恥ずかしく思えてきたのです。そしてこうも思いました。自分の名誉や地位、財産はこうした弱い人々を助けるためにあるのではないかと。今までありがとうございました。私はここに残ります。工事を見届けるまで大阪へは帰りません。こうして仲間たちは去り、愛知県も工事から手を引き、しだれ用水の工事は新蔵一人が進めることになったのです。そして1年、苦難の末、しだれから西山室までの全長21キロに及ぶ水路が完成しました。ここまでの工事費用は予定では当時のお金で3万2900円でしたが、実際には6万5000円もかかりました。現在のお金だと60億円以上にもなります。しかし新蔵は財産を失ったことに悲しみを全く感じていませんでした。農民たちの喜ぶ姿を見た新蔵は、これからも続く工事をやり遂げる決意を固めていたのです。新蔵には頼もしい味方もできていました。地元の神戸源四郎や鈴木三四郎たちです。彼らはお金の工面や工事に反対する農民を説得したりと、心臓を陰で支えて工事がはかどるのを助けたのです。心臓は仲間たちと共に引き続き作業を進めました。農民たちはよく働き、もちろん心臓も一緒になって汗を流しました。心臓は工事から手を引かなかったことで、農民たちからの信頼も厚く、皆一丸となって工事に励みました。明治24年10月28日、岐阜県と愛知県を中心に大きな地震が発生。死者7237人、全壊した建物14万棟という大きな被害を受けました。これが濃尾大地震です。しだれ用水も被害を避けられませんでした。各地の用水路では地震の爪痕が色濃く残り、修理が急がれることになったのです。壊れた用水路を直すために各地の農民が集まりました。中には用水路が直るまで帰らないと決めたり、家族とはもう会えない覚悟で工事に向かう農民たちもいたといいます。どうした、しっかりしろ。おい、しっかりしろ。どうした、ろくに食べるものも食べずに働いたから。すみません、大切な人の命を奪ってしまった。大阪で心臓の仕事を引き継いでいた弟の伊三郎が兄の心配をして駆けつけました。兄さん、兄さん、なんでこんな姿に。弟の伊三郎は借金を続けてまで工事を続ける心臓を大阪に連れ戻す気でいました。しかし心臓は伊三郎の言うことを聞いてはくれませんでした。しかも、お前にやった工場を売ってその金を私に貸してくれ、
農民が待っているんだ。頼む。そこまで。伊三郎はその言葉に大変驚きました。しかし農民の暮らしを思う兄心臓の気持ちも痛いほど伝わってきたのです。わかりました兄さん、工場を売りましょう。すまん。心臓はその後も工事、修理、そして借金を繰り返し、しだれ用水の工事を続けたのです。しかし、西田さん大丈夫ですか。西田さん。しだれ用水の工事に携わって10年目の明治30年3月1日、しだれ用水すべての完成を見ることなく、心臓はこの世を去りました。54歳でした。しかし心臓のしだれ用水完成への意志は農民たちに受け継がれました。農民たちは自分たちの力で工事を続けたのです。そして心臓の死から14年後の明治44年、ついに全長26キロにも及ぶしだれ用水が完成しました。建設計画からおよそ34年、その中でも西沢心臓が命を懸けた10年がなければ、豊田市の農業の発展はなかったでしょう。現在までのおよそ100年、しだれ用水は今も豊田市の農業を支えています。そして今、しだれ用水は地下を通るパイプラインとなって、より安全で便利な用水路になろうとしています。私たちの暮らしに豊かな恵みをもたらしてくれるでしょう。10年間もしだれ用水の建設に力を注いだ西沢心臓は、人々の手によって水の神様として祀られました。毎年10月には祭礼を行い、心臓の偉業を称えています。またしだれ用水が流れる各地には、西沢心臓の功績を称えた記念碑がいくつもあります。当時の人たちがどれほど心臓を慕い敬っていたのかが分かります。それとともに、西沢心臓のことを未来にも伝えたいという強い気持ちも伝わってくるようです。またしだれ用水を作った人たちの姿は、現在の子どもたちにも伝えられています。何の見返りも求めず、ただ人が喜ぶ姿を見るために、自分が持っている財産を全て使い果たした西沢心臓。死ぬ寸前まで人々の幸せのために働き続けたその姿を、私たちはいつまでも忘れてはいけないのです。